サージュ制御室。スクリーンにはアメリカ東海岸が表示されている。二つのターゲットが追跡されているところセミ。オートマティックグラウンドエンバイロメントは1950年代終盤から1980年代までノラドで使われたソ連軍原爆搭載の爆撃機を発見し、追跡し、溶撃するための自動化されたコンピュータシステムである。後のバージョンでは 航空機のオートパイロット装置に直接コマンドを送信することによって、その航空機を自動的に溶撃に向かわせることができるようになっている。サージュが完全作動するようになった頃、ソビエト連邦の脅威は爆撃機から弾道ミサイルに移っていたため、サージュが管理する溶撃管制は相対的に重要性が低下した。それにもかかわらず、サージュは 技術的に非常に先進的で、オンラインシステム、対話型処理、リアルタイム処理、モデムを使ったデータ通信などに大きな進歩をもたらした。一般に、サージュはコンピュータ市場で最も先進的で成功を収めた大型コンピュータシステムの一つであり、人間とコンピューターを直結したマンマシンインタラクティブシステムの原型である点でも重要な意味を持つ。 IBM がサージュで果たした役割は、IBM のコンピュータ業界支配を引き起こす重要な要因となった。サージュの導入が決定される以前、爆撃機を迎撃する任務は、ますます難しくなっていた。第二次世界大戦において、レーダーが防空能力を向上させたが、迎撃を余裕のあるタイミングで行うには、遠距離で迅速に爆撃機を発見、追跡する必要があった。 イギリス空軍は爆撃機の侵入を検知すると迎撃機を離陸させ、人手で迎撃地点を計算して無線で誘導していた。戦後、ジェット機の登場によって検出時間が減少したが、爆撃を阻止するにはやはり時間が必要だった。しかし、航空機の速度は増大しても特定の迎撃機を特定の爆撃機に向かわせるのに、要する時間はほとんど変わらなかった。 この時間には、迎撃対象の情報収集、爆撃目標の推定、最適な迎撃機の選定、全体への通知、迎撃機と爆撃機の追跡などが含まれる。カナダ空軍の1950年代の研究によると、1回の迎撃にかけられる時間を1分台と断定した。数百の航空機を単位時間あたりに航行させる。 回数を考慮すると、オペレータの過負荷によって、迎撃に失敗する恐れがあった。核爆弾が搭載されていることを考えると、これは受け入れ難い結論である。爆撃機が低空から侵入した場合、問題は一層深刻になる。レーダーは直線的な照射線なので、爆撃機が低空から侵入した場合に、地球の丸みが隠れみのとなり、 数十マイルまで侵入される可能性がある。ジェット爆撃機では、これは反応するのに数分しか時間がないことを意味し、発見してから、迎撃機を向かわせるにはあまりにも時間が不足している。マサチューセッツ工科大学の物理学教授、ジョージ・バレー博士を特に悩ませたのは、前説開発背景の問題である。アメリカ合衆国全土を防衛するには、海岸線全体に、 レーダー施設を設けると同時に、カナダにもレーダー施設が必要とされた。また攻撃を受けた時、あまりにも多くの報告が集中し、迎撃できなくなることが予想された。彼の解決策は自動化であった。つまり、すべてのレーダー施設を一つのコンピュータに接続し、全体の情報のやり取りを制御させるのである。これによって迎撃オペレーターの負荷は大幅に軽減される。 彼らは単にコンピュータに迎撃目標を指示し、おそらく迎撃に使うべき方法も指示することになる。すべての通信をコンピュータで行い、時間的な効率を向上させる。これはリアルタイムにオペレーターへの情報を更新するシステムが必要であり、バレエ博士が1948年に研究していた時点で、これが可能なシステムは MIT のワールウィンドコンピュータだけであった。 ワールウィンドプロジェクトは本来アメリカ海軍の爆撃機場組員の訓練用フライトシミュレーターのためのものであったが様々な事情により海軍が興味を失っていたものである。バレエはワールウィンドプロジェクトのリーダーである J. フォレスターと話をして共同でワールウィンドを防空に使うための研究提案を行った。アメリカ空軍はこれに興味を持ち1949年に デモンストレーション用システムを開発するプロジェクト、チャールズへの資金を提供した。ケープット周辺のいくつかのレーダーからの情報を、ワールウィンドに転送し、報告されたターゲット軍の功績を描くことができた。このプロジェクトは、まずまずの成功を収め、空軍はプロジェクトを、プロジェクトクロードに引き継ぎ、1954年には、開発拠点を、 新しい MIT リンカーン研究所に移転させた。ワールウィンドの軍用版の開発は大規模プロジェクトであり、リンカーン研究所と軍とハードウェアを製造する企業パートナーが密に連結する必要があった。開発中の様々なマネジメントのために、マイターが設立され、1958年にプロジェクトを指揮するようになった。開発されたマシンの製造は当初 RCA が、 受注したが、後に IBM に変更され、1958年から製造を開始した。建物とその電源施設と通信施設の製造は、ウェスタンエレクトリックが受注し、電話回線は、ベルシステム50万行にも及ぶ、アセンブリ言語で書かれたソフトウェアは、ランドコーポレーションからスピンオフしたシステムデベロップメントコーポレーションが受注している。IBM 案 FS9-7 一つのサージュサイトに2台一組で設置されたサージュ制御端末。手前の展示用透明保護ケースに覆われているのがライトガンアン FS9-7 は55000本の真空管を使用し床面積は約1、2エーカー、重量は275トンで消費電力は最大3メガワットである。 真空管メーカーの製造品質管理努力によって、個々の真空管の故障率は低く抑えられていたが、使用本数が膨大であることに加え予防保守の観点から毎日数百本の真空管が交換された。各センターには真空管交換専門のスタッフがいて、交換部品を満載したショッピングカートを押して、マシンの中を行ったり来たりしていた。あん FSQ-7 は史上最大のコンピュータであり、今後もその記録は破られそうにもない。核、サージュサイトは冗長化されており、2つのコンピュータの一方がホットスタンバイ状態となっていた。真空管の信頼性の低さにもかかわらず、この二重化システムによって全体としての可用時間は驚くほど長かった。99%の可用性も当たり前であったという。 サージュサイトは多くの追跡基地と接続されており、通常の電話回線で接続されたテレタイプシステムで目撃報告を送受信する。報告はオペレーターが所定の形式に従って入力したもので、それをサージュコンピュータが収集し、アイコンとしてブラウン管上に表示する。センターのオペレーターはディスプレイ上のターゲットをライトガンで選択し、 追跡基地から報告された追加情報を表示させることができる。各センターは150人までのオペレーターが作業可能であった。ターゲットが注目すべきものと判明したとき、サージュはオペレーターが適切な反応をするのを助けた。レーダーサイトからの報告のように、サージュシステムには全飛行場、をボマーク、 ナイキハーアキュリーズ地対空ミサイル基地を含む様々な兵器と航空機の可用性とステータスについての情報が集積され最新に保たれていた。オペレータがそれらの中から迎撃手段を選択するとその命令はテレタイプ経由で現地指揮官に自動的に送られる。追加メッセージは行為の司令部にも送られるし他のサージュセンターにも送られる。 大規模な建設計画は、コンピュータシステムや通信の開発作業と並行して開始され、1957年にマコード空軍基地で最初に着工された。建物は巨大なコンクリートの脳が叩いで都市の近郊に建設されたが、近隣住民にはどういう建物なのかはわからなかった。1959年1月、最初のサージュ部門がシラキューズで運用を開始した。 1963年には22の区域、管理センターと3つのコンバットセンターが揃った。ノラドの設立に伴って、カナダのオンタリオ州、ノースベイに新たな基地が追加されたが、この時のサージュシステムは地中深く埋められた。その穴はザ・ホールとして知られるようになった。サージュのための全体のエンジニアリングコストは多大であった。全プロジェクト費用は明らかにされていないが、 1964年の貨幣価値で80から120億ドルと推定されている。これは核爆弾開発のマンハッタン計画よりも大規模である。サージュシステムは1979年まで運用され、新たなシステムと空中管制によって代替された。ノースベイのシステムは1983年まで運用された後に分解され、一部は ボストンのコンピュータ博物館に送られた。1996年、残りはモヘット連邦飛行場の倉庫に移送されたが、現在はカリフォルニア州マウンテンビューのコンピュータ歴史博物館のコレクションとなっている。サージュシステムに本格的な戦争状況に対応する能力があったかどうかは常に論争となってきた。侵入を許してしまった実例もあるし、 海鳥の大きな群れを潜在的脅威として追跡したこともあった。より重大な問題は、システムが完全動作した時には、ソビエト連邦はすでに ICBM を使いこなし始めていて、そういう意味では、サージュは使い物にならなかったのである。サージュは、あらゆる点で航空交通管制システムであり、それは FAA が自動制御システムを設計する際に影響を与えた。 このシステムはまた IBM に貴重な洞察を与え、アメリカン航空と IBM はサーブル航空座席予約システムを開発した。サージュでの他の主要な開発には以下が含まれる。また、サージュでは実現しなかったが、真空管や信頼性温度特性が悪かったゲルマニウム製トランジスタに変えてシリコントランジスタによる次期コアメモリのドライブ回路、すなわち 半導体デバイスの軍事利用を促した。開発に関わった JCR リックライダーはこれを機に国防高等研究計画局で指揮、指令系統の研究に携わり、後のタイムシェアリングシステムやアーポネットにも影響を与えている。英語版のディスカッションによれば、実際の故障率は1時間に1本程度だが、診断プログラムを使用して予防的に危なそうな、 真空管を交換していたということのようである。あくまでも単一のプロセッサのシステムとしての最大であり、例えば地球シミュレーターは床面積ではアン f s q 7以上だが多数のプロセッサを集積している。穂坂岩尾データ通信システム入門オーム社 P20。ありがとうございます。